め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。私の知力が破れようとは。見事な相性打ち取ったり。私の知力が破れようとは。ここまで来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど私ではとても。大使のため戦い抜く。お前たちは斧の道の妨げとなる。ならばこの俺が全て打ち払うまで。親分から任された大事な任務だ。お前なんかに邪魔させやしねえ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。聞かなくてはならないか。殿のお力になれず無念だ。敵将討ち取ったり。大使のため戦い抜く。相変わらず半端ねえな将軍殿。いろんなんで振り願ってよくやってくれた。すごい。なんて何をする。私をどこへ連れて行こうというのだ。何も心配はいりません。今の歌へお連れするだけです。超死流
かりではないのですね。劉備軍、やはり厄介な相手です。助かりましたぞ。どうなることか。肝を冷やしましたが。それより阿蘇様をお救いください。情報は集めてございます。敵将討ち取ったり、廃止のため戦い抜く。なんとも勇ましき戦ぶり。感謝する。これで私は加工へ向かうことができる。大使のため戦い抜く。いいぞ、その調子だぜ。攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。おのども行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍をすり潰すのだ。なんの我らとて劉備様の兵、早くは倒れぬぞ。
足場を崩し全員を損。超自由、俺を上回る武勇のものか。ならばここで朽ちるも本望よ。ありがとうございます。正直死んだと、いや死んだと思いました。そうだ、アト様について聞いたことが。どうぞお役立てください。敵将討ち取ったり。大使のため戦い抜く。私こそ真の三国無双だ。敵は誰にも阻ませぬ。あ、もはやこの…いたぞ劉備軍だ。どこの子出てきやがって。くれた。東、無事に船を借りることができました。これも劉備様の人徳の賜物ですね。よし、成功したぞ。出せます。
どうぞ挑戦してください。このまま船を進めることはできません。一時停船します。はっ、見えてきたぜ、劉備どもの船だ。よし構えろ、だんだん打ち込んでやれ。敵の船足はどんじゅん、矢の的にしてくれと言っているも同然ですね。敵が矢を追いかけてきたぞ。超支流高圧、船の急所ついてくれ。おいおい、おかしいぜ、なんで追ってた俺が逃げるためになるんだ。敵将ちょったり、さすがです。この調子でお願いしますよ。そなたの働き、雲中随一よ。敵の対応が俺の思考を上回ったか。残念だが、ここは下がるとしよう。そならんせや。よっよっ。これ以上戦うのはヤモというもの。失礼、私は引かせてもらいます。腐敗士のため、戦い抜く。無事、船着き場に到着できました。この先の村へ急ぎましょう。
村が速度に支配されています。民を逃がすにはまず奴らを撃たないと。のもんよ。なかなかそれもいたぶるも自由だぞ。なあ。せや。見ならねえやつらだぜ。あいつらも俺たちのおもちゃにしてやるか。もう撃ってくださったか。ありがたや。このご恩は一生忘れませぬ。大使のため戦い抜く。そなたの働き、雲中随一よ。これで民の避難は無事に完了です。見事なお手並みでした。よし、成功したぞ。さすがです。その調子でお願いしますよ。
て進む。逃げるものだとは思えぬ力強さよ。調子だぜ。これは参った。うっかり追い詰めて視力を出させたかな。私に挑むか。よかろう。かかってくる。超支流ファイゼルトナーランセリアタハッ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 さあ敵将撃ち取ったり。そなたの働き群中随一を。承知を受けると悔しいですね。今は引きますわ。悪あがきを。いまいましい。ここは引くしかあるまい。ここが諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができたな。曹操もここまでは深追いしないはずです。備えましょう。厳しい道のりではあったが、先ほど一つ問おう。ガリオと呼ばれるあなたがいながら、なぜ…孫権殿は命に応じてくださいました。我らと共に。諸君、我らは曹操ご…曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか。確認しなくて。ようこそ、いらっしゃいまし。
Thank you.
ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。よし。うまくいくといいのですが。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計り事であったか。
よし、成功したぞ。よくやってくれた。確かに。よし、成功したぞ。こう。さく、うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。しおるわ。孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外との。曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取ったり。おお、よくやってくれた。よし、成功したぞ。ああ、いいね。その調子で頑張んな。サイカはこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。よし、成功したぞ。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。
ゃ。よし、成功したぞ。おお、よくやってくれた。決戦、こんな短技法はうまく曹操軍に苦肉の策はなった。例の敵はよし、
そうか。やれやれ、ずいぶん大掛かりな準備をさせられたな。こんな戦初めてだぞ。けどようやく曹操をぶっ飛ばせるんだな。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今ここで敵家計を押しかける。そのこの決よし、敵を誘い炎で一掃する。木を見て曹操を挑発する。船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですぜ。さあ親分、俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然やってねえじゃん。しかし後藤先生にもらってた酒はうまかったな。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。共に遅れを取る。無駄ランアガクがどこまで続くか見物だ。目標は定まった。全軍進め。美しき花は散り際も心得ているが、これだけには参りませんわ。おお。やだ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。廃止のため戦い抜く。おお、よくやってくれた。神器様が配送されました。なに、そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。
き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。怪しい動きをしてる連中がいるね。心で叩いておかないと面倒になりそうだ。敵もそろそろ我らの人を挟むかもしれない。風が吹くまで困るな。超支流やれやれ、ずいぶん妙なものをやってるね。これは潰しておいた方が良さそうだ。この祈祷に我らの勝利がかかります。あなた方に邪魔されるわけにはいきません。ここまで巡行されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだよ。廃止のため戦い抜く。おお、よくやってくれた。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ここは俺の見せ場だ。少食よ、歓喜校の甲になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。孫悟の田舎武者どもに負けるかよ。この陣容で負けるのか。なぜだ、何が悪かった。敵将討ち取ったり。大使のため戦い抜く。俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。見事だ。
こんなところまで攻め込んでくると。ここ。よし、成功したぞ。すごいな、その力。どうやって身につけたんだい？なるほど、確かにもうこう。成功したぞ。おお、よくやってくれた。
兵が船酔いしている最中に敵とは。これは厳しい。敵者だ。ダメだ。気持ち悪くて動けねえ。ゲートだ。ガスを。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。足場を崩し、戦意を損。策をしておけば、兵たちも私のように息が絶え絶えに。敵将討ち取ったり。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。よし、成功したぞ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。推薦になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。
とこは潰しちまうか。お前らついてこい。まあ、ここで何をしていらっしゃるのですか。不審なものを発見した。私が迅速に排除する。決まったかい。ちょいと手荒だが、おとなしくしてもらうよ。ユルトのアント。戦の後で歌が書き消されてしまいました。運命を取り戻したら、いずれまた。神社をみすみす逃すとは、この失態で。厳罰に値しよう。敵将討ち取ったり。ああいいね、その調子で頑張んな。敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。くれて回るよ。よし、成功したぞ。ああいいね、その調子で頑張んな。